かれる際いらっしゃいません。千葉県勝浦市という外房、南側の方ですね。今のとこ風が平気だけど、昨日強風でね、犬吠埼できなかったし、またちょっと風向きによってはめっちゃ風入っちゃうかもしれないんですいませんね。本当ね、もうこの匂いでやられちゃう、気持ち悪くなってくる。本当に魚の匂いにしか感じないんですよ、俺にとっては。対岸が見えるね、あれなんだろうね。電車走ってるな、まだ。今日は珍しく早い時間にやってますんで、このままね続けますけど、うわ怖。クルーズの皆さん来るかな。クルーズの皆さんいらっしゃい。今日はね、いつもの時間とは違って早い時間にやってます。もまう、もみじまん、そこがお前の家、なんかいた、お前か。最後の文字が見えなかった。捨て身になった決意。確かにでもここ自殺スポットでもありますね。近くにおります。ろうそくでしろろうそくでしろはちょっと笑った。あ、初見です。てっちんさんいらっしゃい。ありがとうございます。ちょっとね、今クルーズさん、ろうそくでしろっていうね。これ神社があるけど、どうする？最後にしようか。神社がある。最後にするね。今クルーズさん来てくれたんで、ちょっとね、またコメビューバグが、安定のコメントバグが出てますんで、ちょっと一回アプリ落としますんで、一回ね、配信ちょっと止まっちゃいますんで、少々お待ちください。一回アプリ落とし直します。はい、どう？戻りました？この奥に神社があるみたいなんで、神社ちょっと最後にしますね。これどれぐらいの、ここの公園が広いのか俺わかんないんですけど、初めて来たから。有料者の皆様へ。どういうこと？アワビ、トコブシって何？クルブシみたい。サザエ、イセエビ。やっぱイセエビって取れるんだ、ここ。イセエビ取れるんだ。採取することはできませんだけど。一応いるってことでしょ？雰囲気あるね、ここ。電波は大丈夫？今まで来た中の公園でも結構、どっか何か走ってこないや。
伊勢エビでもよくねえよ。逆にキモいよ、伊勢エビが来たら。結構ね、音が何にもない。コミュニティーものありがとうございます。来たよ。俺手袋してない今日やばい。あ、ひねんないと出ないパターンですね。あの、ひねんないと出ないパターンだった。ずっと手で押さえてないと。4点だってね。そこにも何かあるけど。緊急無線受信所だって。それと、携帯の電波は関係ないよね。やばいな、手が寒くないってことは今日そんなに気温が低くないってことかな。車に置いてきちゃった手袋大丈夫かな。さすがにローラー滑り台はないね。なんか東屋があるね。東屋帰りに行こうか。ちょっと先に上行っちゃいますね。ちなみにね、ここは勝浦という土地がこのね沿岸で水難事故が過去にあって、それで大量に人が死んでいて、官軍塚というのがそこの近くにあるんですけど、ここも同じような曰くで水難事故が出た。そしてね、ここ定石なんですよ。俺の大好きな定石なんですよね。ということはですよ、ここに城があったということはですよ、まあそっち系の噂ももちろんあります。ダブルでありますね、ここは。時折ね、音声が止まるバグがあると思いますが、それはアプリの不具合なのでね、音っていうコメントを打ってくれると独り言を言わないで済みますんで、いきなり音声聞こえなくなったなと思ったら、ちょっと音ってコメントを打ってくれると嬉しいです。じゃあ高い、これまだあるよ。電波大丈夫？ちょっと待って、目が寒くなってきた。時より海の音じゃない音がするんだけど、何の音なんだろう。え、これさ、めっちゃ登るんだけど。後ろだからかな。読まれすぎでしょ、読まれすぎでしょ。絶対女の子って言ってくると思った。言ったことあるかどうかは分かんない。なんかちょっと開けた。うわっ、何あれ、びっくりした。なんかいるよ、そこに銅像が。
くりした。なにこれ。あー、ここもう多分海だね。めっちゃ多分景色がいいんだろうね。展望台みたいになってる。あ、ゆったらし。なんだこれ。おまんの方。おまん。あ、おまんがいるの、ここに。おまんがいるらしい。また負けたっていうか、行ったんかい。あ、おまんは女の子だ。女の子なのにおまんなんだ。かわいそうだね。おまんいるよ。ハロー。おまんはなんでここにいるの。再生じゃないか、これ。再生じゃない。怖っ。おまんとはいらっしゃい。ちょっと映像止めますね。おまんをちょっと撮影、おまんと記念撮影します。なんかすげえ波打ち際の音がすげえする。怖っ。おまん。やばい、手袋忘れたのは痛い。先生、おまんって何ですか？知らないの？おまんも。やばい、手が冷たい。ね、おまん評論家、ゆったんって方が今ちょうどいらっしゃるんでね、ちょっとゆったんって方に指示を仰いでください。あ、おまんはまあまあプリケツだね。おぶね。あ、これね、肉眼だとうっすら波が見えます。あの、あっちに灯台光ってるの見える？今ちょうど向けてる真ん中、あれがさっきのじゃない？あれ多分ね、さっき言ったあの勝浦灯台だね。海を照らしてるわ、若干。食べすけって誰？うわ、これマジ本当崖だわ。もうこれ、その草むら乗り越えれば、フライアウェイだよ。自殺したい人が来るわけだ。サスペンス劇場だ、本当にここ。船越英一郎って誰？聞いたことあるな。おまんのケツさらしだって。あ、違う、おまんの布さらしだった。何、布さらしって。一人サスペンス劇場しないよ。雰囲気がなくなっちゃうから。おまん様は徳川御三家の、よくわかんない、誰だか。勝浦城主の姫君として生まれ、豊臣秀吉に攻略され、北条氏が滅亡すると勝浦城も軍勢に攻められて落城しました。14歳の姫君おまんは、おまんら、ええ加減にせえと言って、炎上する城を後に、母と幼い弟を連れて、八幡岬の東側40メートルの断崖に、白いケツを垂らして海に降り、小舟で
立山方面へ逃れたということです。ここをおまんのケツさらしと呼び、後世に伝えられています。徳川家康に見初められ17歳の若さで江戸城に入り、影山殿と呼ばれて寵愛されました。ケツじゃねえんだよ。映ってる？おめえ、あれじゃない？アンドロイドアプリ調子悪いよ最近。パソコンで見てる人映ってますか？海だから電波の問題かな。え？まず前になんか釣らなかった。やばいな、手袋がないともうそろそろきつい。じゃあちょっとここのあずまい今なんか一瞬あったんで一回撮ります。映像切ります。とりあえずおまんがうまく生き延びられてよかったねっていうことか。そんな寒くないって俺もね、車出た時は思ったけど、海からの冷たい風がめっちゃかじかんでくる手が。星がめっちゃ綺麗てかね、もう昨日より風がないから不思議な気配を感じる。いやなんか子供っぽい。4歳だ、確かに。なんだろうこれ、なんか咲いてない？何これ、桜？桜咲いてる。早くね？河津桜？これホテル三日月って書いてある。なんでこれ花の名前が書いてあるのかと思ったらホテル三日月って書いてあるんだけど、そういうアピールはいらないね。映像切れた。寄贈したんじゃない。ああそういうこと。何桜の種類が知りたいのに。
ライオンズクラブ。ライオンズクラブ。ライオンズクラブかよ。あれ、こっちになんかある。え？これ何？もしかしてこれ海岸に行っちゃうか。海岸に行っちゃう道？右？左来ちゃった。これ何の道だこれ。あんま奥行っちゃうと本当に海に降りちゃいそう。海に降りる道じゃない？出た。本当置いてかれるの好きだよね。なんか入ってきた。そのネタ3、4回しかやってないかもしれないけど。これいきなり人が来たら怖えな。実際に当てたら置いてくれ。実際に当てた方が置いていきたい気分がある。あれ下降りると何なんだか分かんないけど、とりあえずマップがあるとこまで戻ろう。結構こうやってコメント俺が返していくと言ったら盛り上がってちゃうから、ちょっとスルーするね。だから海行っちゃうって降りたら、海は心霊スポットじゃないから。煽ると煽っただけ帰ってくるからな。言った家でまったりしてるときはそれに追いつけるんだけど、これねカメラとね前を歩きながら見てるとね難しいんだよね。多分岬の先で降りる階段があるってことは、多分あの奥に漁港かなんかだって、密漁がどうの、密漁じゃねえ、なんだっけ、漁がどうのこうのって書いてあったってことは、苔だらかみかいじゃない、密漁じゃない、有料、あの漁をする人の警告が書いてあったから。ということはだよ、この階段を登ってって降りてって漁をする人が、伊勢エビを取る人がいるってことだから、あれは多分海に向かっちゃうんだと思うよ。あ、マジこれもきつい。足元見てないと本当にやられる。広場に降りてきた。なんか本当変な気配が感じるんだけど、子供じゃないな、これ動物かな。狐じゃないよ。階段ダッシュはしません。なんかステージがある。よくよく考えたら、これ本当一人でこんなとこよく来てるなと思うぐらいのなんか雰囲気のある公園だな、ここ。してなかったら本当に怖い。出たよ、呪霊と起きた。撮るか。やけに綺麗だけど。クマもやらないけど。てか
ゆったんしかコメントしてないよね、これ。もっとみんないる人コメントお願いします。ゆったんに煽られないように。遠慮しがちになっちゃうから、みんなもっとコメントしてください。とりあえず写真撮ります。ちょっと地図のところに戻ろう。何の音？地図じゃない、地図、地図じゃない、地図。なんか道の駅でね。だから体が変な寝方しちゃって痛い。違うわ、海に降りないわ。自然散策路って書いてある。え、どっからじゃあ降りてくんだろう。さっきの2つに分かれる道は自然散策路ってやつだ。え、どっから下に降りるんだろうこれ。行く？てか休憩所の裏にそんな道あった？休憩所の裏にそんな道あった？なんかライトがいつもより暗い気がする。でもどうやってじゃあ伊勢海老取らないでくださいって看板がこの公園にあるの？この公園を通過していくんじゃないのかな。そこまでバン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 とリアルなコメントが出てくるね。本当に。あ、怖っ、怖っ。電波が落ちるかもしれない。釣ってみてよ。ちょっとどっから釣れるの？70メートルと40メートルだったら40メートル選ぶに決まってるじゃんね、そりゃ。40メートルもあんの？
策路っていうか心霊散策路じゃないのこれ。何も自然なんてさっきと変わんないよこれ景色。あーでもだから伊勢海老のなんか味噌汁みたいの売ってたんだお土産のとこに。なんでここで伊勢海老の味噌汁がお土産で売ってんのかと思ったけど取れるんだ。上に行ったら人がいたりして。どんだけ歩くんだよ。もう一箇所行かなきゃいけないのこの後。しかし神社も入ってきてよかった。最後におまんにもう一回お前に挨拶してから帰ろう。この神社は行かなきゃいけないからな。お前お前いい顔してるな。見上げ？でもマジで降りる場所ないのこれ。海にどっから降りるんだろう。よいしょ。さすがにこんな夜中にこの公園に来る人はいないか。よしじゃあ神社行って。お腹すいたな。みんな何食べましたか。今日はね朝方までやらないんで。朝からやるか。でも帰りにあれをどっちから来たっけ。今お刺身がない。お寿司コンビニにいんの。コンビニでこんなハイスピードでコメントしてんの。朝バば豆腐マジで。朝バば豆腐バーナナバーナナセコキンな。怖い。だって電気消したらこれだよ。今一周してるけど仮何一つない。慣れたとはいえ怖いよやっぱり。こんなん絶対来れない。普通に配信してなかったら来る方がおかしい。みんな食ったの今日弁当。あれなんだっけ。洋食弁当みたいなのにね。こっち電波悪い。こっち電波悪いな。こっち側の方が電波悪い。珍しいんだけどユッタのパワーに押されまくってるんだ多分。ブツブツですか。例えば音って聞かないけど音止まんないの今日。
プツプツになったりしたら一回更新しないとラグがどんどん増えてっちゃう可能性があるんで、もし止まった時に一回更新をしてみてください。なんかね、配信はすぐ戻るのかもしれないけど、ラグだけはどんどん溜まっていくっていうね、キャッシュのあれのせいで、一応更新をしてみてください、定期的にね。俺も今やりますね、俺もここで更新をしますね。ちょいちょい止まってるか、ごめんなさい。波が見えるんだけどな、肉眼だとうっすら。でもね、だいぶ昨日より風がないからよかったね。ここ昨日来たらやばかったね。もう一回犬吠埼行くか。入ってもな、何神社だろうな、これ稲荷じゃないよな、まさかここまで来て。おまんかな、おまんか、おまんが生まれたの。ちょいちょいプツプツしてる。戻ってきましたか。大丈夫？お、何今の？何今の？蝶々？蝶々とかもう飛ぶ時期なのこっち。なんか目の前通過したんだけど。失礼します。うわ、結構これすぐじゃないじゃん。すぐ飛んでんかと思った。一旦飛んでんの。まあ、たまに頭も飛んでるから。神社、
と綺麗で、意外と立て直されてるね。立て直されてるけど、カモメとかなのかな、あれ。昨日もあの鳴き声入ってたよね。写真撮るか。何神社か見てないけど、映像止めます。なんかカメラがバグるんだよね、さっきから。なんで被写体が映らないんだよね。多分撮れてはいるんだと思うけど、またあのパターン。八幡宮って書いてあるの？どこに？あ、ネット？あ、これか。上の金キラか。あ、確かによく読めるね、こんなの。ニョロ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 の蛇かと思った、左が。でもこれあれがないね。カラカラーンが、賽銭はあるけど、カラカラーンがないんだ。カラカラーンがない。なんでこれブレーカーが下に落ちてんの？どっから落ちてきたのこれ。これブレーカーでしょ？なんでブレーカーがこんな、ほったらかしなのこれ。ね、新しいね、これ。昔もっと多分雰囲気あったんだろうね。あ、そうだよ、聞いて、これ八幡岬公園じゃん。だから八幡神社なんだ。今気づいたわ。名前が八幡岬公園だもん。八幡様を祀ってるんだ。今気づいた。だから八幡神社なんだ。ただ公園の名前がそうなのかと思った。じゃあ、これ定点しよっか、最後に。怖いな、でもこれ後ろ帰ってくの。恒例の点々します。ね、八代さんもね、遠慮せずにね、コメントしてください。もし何か聞こえたら。女性2人に押されてますからね。何か聞こえたり、怪しいものが見えたりしたら、教えてください。こんな感じで。全体はどうでしょう。あれ、女性じゃなかったんだっけ。失礼しました。全体の像は、感じは天然さん、高吉さんがしたい天然さん、あ、そう、俺がね、すいません、天然なんですよ。こんばんは、いらっしゃい。ちかさんでいいのかな。もしよかったらご手半つけてくれるんですよ。音は、え、音今平気？戻った。あ、じゃあね、今ちょっと定点しますね。定点いたしますんで、もし何かちっちゃいことでもいいんで聞こえたりしたら、後でタイムシフトでね、確認いたしますんで。今ね、で、イヤホンの人、気をつけてください。マイクの感度上げます。マイクの感度上げます。イヤホンの人、ちょっと下げてください。音が入りやすいようにマイクの感度上げます。
量大丈夫。もうちょっと前の方がいいかな。映像大丈夫今。本当に行ってくるね。じゃあ何かあったら教えてくださいませ。ちょっとね、非常用ライトで階段を途中まで降りますね。見たことないんです。できます。よろしくお願いします。スタート。
度下げます。はい、感度下げました。特に異常はなかったですか？特に異常はない。大丈夫。異常がなかった。異常しかなかった。どういうこと？異常ないでしょ。触れますね。なんか変なの映った？そういう感じ？クルトンみたいな変なのが映った？それじゃないよ。さい銭泥棒映った？くまモンじゃないの映ったの？このまま枠を続けさせていただきますので、お邪魔しました。八幡様、 See you again。 忘れもしないので、賽銭泥棒は映ってないでしょ。ちゃんと賽銭入った。 Wi-Fi 切れた？大丈夫？あ、やばい、下り怖い。わっこいらっしゃい。昨日ぶりですね。昨日じゃないね、もう今朝だ。ね、もう今定点終わっちゃったんだよね。さあ飯食いに行こう。ね、飯食い行っちゃうの？なんか映りました？多分映ってないと思うけど、わかんないですね。この公園はめっちゃ雰囲気あるよ。びっくりするぐらい雰囲気あった。映りました。それはね、リスナーさんの立場で見えてないので。ここは今千葉県の勝浦市というところの八幡岬公園というところに来てます。一応ね、ここで全行程を、ここの公園は一通り歩き回ったと思いますので、一度駐車場に戻りまして、海外の映画で一度駐車場に戻りまして、このまま今日は配信を切らないで次の場所行きます。近いんで、ちょっとの間車載になりますが、あと電波悪いんで気をつけください。関東廃墟あ、ルーメン数聞かれてない。今日聞かれてないですね。そういえばこういうね、何もない公園でした。何もなくはないか。で、上の展望台にオマーンがいるから、そうだね、クルーメン今日言われてないですね。まあ、一応海の岬の公園って感じで、とてもしっかりした。ファミリーは来なそうだけどね。こんな上り坂激しいから、なんかおじいちゃんとかが景色見に来そう。なんかこれおかしいもんだって、これファミリーで来てる家が乗ってるけどさ、絶対来ないよ、こんなところ。こんなとこ来ないよ。コンビ2周年、あれね、開設日はね過ぎてるんだけど、配信、外配信開始日が俺一応自分の中で開設日だと思ってるんで、一応ね、6月の26日です。6月の26日で2周年ということにしてます。コミュニティ設立は2周年経ってるんですけど、
配信してないからね、最初の頃。10センチヒールで歩きながらゴミしてる。こんばんは、初見です、いらっしゃい。りょうさんのところからいらっしゃい。そう、ゴミの2周年記念は6月の26日を挟んだ4日間中国地方に遠征をすることを決めています。記念枠はね、去年は新潟行ったんですけど、今年は中国地方に4日かけてね、自販機をメインとして、今回心霊メインではなく、一応心霊もやりますが、基本は自販機を回る、どんだけ回れるか企画なんで、もちろん心霊スポットも行きますけど、中国地方は悪いよ。なんか車が止まってる。リア凸かな、リア凸、車が止まってるよ。リア凸かな、しかも何であんなところに止まってる。一回色切りますね。それなりにハッピーってマジで何してんの、あの人。ライトつけて止まってんだけどさ、俺を待ってんのかな、出てけって。早く俺を出てけってこと、これ。早く俺を早く出てけってこと。車揺れてない、元気ついてんだよ。配信者かな、確かにそれはあるかも。え、でもだったら電気つけたまま止まってる、まあ、確かにここの駐車場止まってるの俺の車と、動き出した車が。あれ、帰っていっちゃった、帰っていっちゃった、帰っていっちゃったよ。んだ、大したことねえやつだな。ビビリーか、やばい、人が帰ってきた、やばいって、人が帰ってきちゃった、やばい、でも出ちゃう、ああーってなってたんだ多分今。なんだよ、バカ。じゃあちょっとね、あいつがいなくなったんで、とトンネルも行きたいんで。なんだよもう、めんどくさいな。この顔してないよ。だってあれだよ。もう脱いでる、脱いでる。あれは、でもこれはしてる。これはしてるけど、これ、こんなとこ見ないでしょ。車帰ってっちも、ここに止まってたんだけど。ここに。ここに、こっち向きに止まってたの。ちょうど入り口の方に向かって。で、俺が歩いて出てきたから逃げたのかな。ちょっとね、俺このトンネル写真撮りたくて。よかった、いなくなってくれて。このトンネルやばくない、なんか。映像見える？さあ、なんかトンネルのさ、大きさがさ、いびつじゃない？これなんでこんな、いびつな形してんの？じゃあちょっと写真撮ります。えぐれてるよね、なんで？怖っ。解像切ります。そう、あの車があったらこれ取れないで帰るとこだった。よかった。なんかちょっと来た時から気になってて。
手彫りじゃないかな、結構綺麗。あ、でもあどこなんだろうね、基準がわからないけど、めっちゃえぐれてるよこれ。ほら、わかる、これえぐれてるの、こっちも。どうすればわかる、このえぐれ具合、こういう感じ。まっすぐではないけど、こうやってえぐれてるから、どういうことなんだろうこれ。ほんとほんと殴ったみたいな感じになってる。なんでここにさっきの車来たんだろうね。絶対でもさ、それ目的しか考えられなくない？絶対今カップルでしょ。悟空とフリーザここに来たのか。でもさ、もう一個行く場所があるんだけど、今からもう一個行く場所もこうやって夜間開放駐車場なんだけど、いるんじゃね？あいつまた戻ってきたよってなるよ多分。絶対あいつ戻ってきたよってなるよ。ちょっと絶対こっから近いから、地元民だったら知ってる場所なんだよあそこ。俺今からそこに行くんだけどさ、ちょっと一回ドキりますね。やばくね、それ追っかけてきたと思う追っかけてきたと思われちゃうじゃん。別に俺もちゃんとこうルート決まってたから、別にあいつが後から来たんだよ、俺のせいじゃないから。俺のせいじゃないよ、だってもうね、しょうがないよ、行くよ。もうだってタイトルにも入れちゃってあるし、このまま帰るわけにいかないよ。ただし俺地図わかんないんで、すいません、ナビがね壊れちゃったというか、ヒューズ飛ばしちゃったんで。ヒューズ飛ばしちゃったんでね。あいつスマホ持って一人ごとちょっと両耳イヤホンしたら茂耳から音がした、どういうことや。ちょっとねロードノイズ入ります、あんまニコ生でやんないけど、すいません、ロードノイズ入るんでイヤホンの方気をつけて。今からちょっとね違う場所に移動します。顔が見えたって言ってたんだけど、同じ場所で。もう勝浦灯台、さっきでも追加して一回行ったからいいかな。あそこもスポットだったらしい、実はあそこもスポットだったって。映像音声大丈夫ですか？ちょっと電波がね、こっから悪いゾーンに入るかもしれません。少々映像もブレるかもしれません。すいません。わしが貞子を追い上げたらバレたか。なるほどね、元から貞子やもんな。変装しなくてもいけるもん。ここどこだ、これ道合ってる、これ道合ってる、ナビゲーションないからね。こんなとこ通ったっけ？あ、ここは灯台だ。灯台あるよ。さっきの灯台まで帰ってきた。ってことはもうすぐだ。すぐでもないけど。今、これ、あと何分ですか？延長されてる？ちゃんと。電波あるとたまに延長バグ送るんだよね。ちょっと待って、延長されてる？あ、大丈夫かな？せっかく延長無料なのに。延長されないとか意味わかんないんですよ。
ちょうどこれで12時過ぎに終われば早めに今日はもう一箇所行って帰る。あと、まあそしたらゆなんとかさんのホラゲーできるんじゃないですか。車の中で生活やらなきゃいけないんですか。やるか。一人より寂しいな。貞子って絶世の美女なんだ。なるほどね。俺あのくまモンのブレスレットしてるけど大丈夫かな、あいつらいたら。追いかけてまた来たよってなるよ。さあどうですかね、駐車場でまたちょっと時間経っていいところまで来たところで俺が来るんじゃないかな、これ。くるちゃん、ファミチーノ何を言わせるんだろう。あれ、これ合ってるっけ。来ましたね。いるかな、さっきの車。あ、でも車1台止まってる。車1台止まってる。寝てるのかな。さっきの車じゃない。音戻った？車1台止まってるけど。1回切ります。強行突破します。あれ、まだ車の中にいるんだったらいいんだけどさ。だからスポットに来てて被るんだとちょっと困るんだよね。あ、中でやってってくれてる分だったらどうでもいいんだけど、中でアンアンしてんだったらいいんだけど。ご神様に来ててこの行ってる中にいたら困るんだ。車は揺れてないね。車は揺れてない。車に人乗ってるわ。乗ってた。乗ってるんだったらよかった。はい、回せなくなってます。 YouTuber かって思ってるわ多分。これね、先
ほど言った岩戸の海難事故があったやつを祀られてると言われてる場所でございます。聞こえる？聞こえてる？なんかここ咲いてない？もうすでにこっちの方咲いてる。これ河津桜じゃないの？桜、多分河津桜の仲間じゃない？この時期にもうこれだけ咲いてるってことは。味見、俺が味を見てわかると思うか？あなたは俺が味を見てわかると思うのか？電波が弱いんで止まっちゃいました。すいません。桜ですよねこれ。これ花わかんないんだけど、光っちゃっててわかんない。誰かいねえか。写真撮って送ってほしいレベル。何を？桜？カットいいよ。どこで送ればいいのこれ。さっきの場所はいい？あ、でもここら辺咲いてないな。こっちがいいのか。映像切ります。トマトぶつけんぞ。これでさ、戻った？もしもし。How are you? OK。 これ撮ったやつに心霊写真が写ってたら笑うよね。桜撮ったやつにだけ写ってたらちょっと笑っちゃうわ。そこかいって。これは展望台みたいになってます、この上が。後で行きますね。本当は多分ね、これ今目の前黒いところ全部海なんですけど、俺の目にも見えませんが、明るくなったらこう超絶景な場所なんだと思うんですが、なんか東屋が怖いんだけど今日。ちょっと待って、東屋やめとこう。先こっち行きます。ここ電波がちょっとね、不安定な感じなんで、いきなり止まっちゃったらね、すいません。更新したりしてみてください。すいませんね。やってる？これ最上階に人がいたら怖いよね。
海の音が聞こえる？パシャーンって聞こえる？クルの精神も現在不安定です。これ結構不安定じゃないかも。今彼は飛び降りても多分崖じゃないね。多分一番不安定なのはムイムイさんだと思いますけど。Let's try。ちょっと本ちゃんの方に行きますね。確かにこれ桜綺麗だね。全然まだこれね、三分咲きとかだと思うんだけど、パッと見つぼみが。本当は今日伊豆を配信しようとしてたんですけど、まあ言ったんですけど、言った人もいるんですけど、伊豆の河津桜をね、去年同様この2日間でやる予定だったんですけど、急遽まだ咲いてないということで今日千葉に来たんです。ウニうめえ。ウニ俺食えない。じゃあユッタはね、不安定になると荒ぶる。本当はもっとおとなしい子なんだよ。おとなしくはないけど。和骨です。クリップさんいらっしゃい。え、電波悪い。今電波悪い。ごめんね、ここほんと岬だから。和子いらっしゃい。今2箇所目です。八幡岬公園というところをさっき前半で配信して、今車で移動して2個目、観軍塚です。こっちの方が有名ですね。観軍塚の方が有名ですね。で今日はね、汚染転がしは行かないんで申し訳ないですけど、そこ電波なかったんだよね、この前。東屋ですね。観軍塚はもう本当有名ですね。ここは後で何があったか知らない知らない人にね、なんか文章が書いてある場所があるから。桜が綺麗だけど。おせんちゃん。でもそんな感じだったよ。確かおせんちゃんとかそういう系だった気がする。本当に。どういう誘惑があるの？それね、今説明しますね。ここに書いてあるんですけどね。南明法蓮華経、海中横。獅子、書類、供養の。いや、今日のところって、すいません、映像止まりました。ここは来たことある。一回だけある。さっきのところは初めてです。ここはでもね、すぐ朝方に来てもすぐ移動しちゃったんで、ほとんど配信してないですね。まあ、曰くを、まあ、ここにね、書いてありますね。ここは千葉県って言っても有名ですね。観軍塚と言います。これね、戊辰戦争ですね。
一番はそのここの勝浦の沖合で音止まってる今音止まっちゃってる、ごめんなさい。プツルって言わないね、これもう配信が停止してる、配信が停止してる、プツってるんじゃなくて、多分俺が今ね配信停止で開始をしてる。あーでも確かに延長バグもあるかも。この勝浦の沖合で足音が聞こえる、暴風雨でね乗組員が死亡するという事故がありました。これリアルな死亡事故ですね。足音が聞こえるんだ。駐車場、さっきの人がトイレ行ったのかな、こっちから来たりして。これ止まる環境って何なんだろうね、未だに分かんないんだけど。この電波が悪いだけじゃないんだよね、この止まるの。あのね、駐車場に車1台止まってたんですよ。あ、2台止まってたけど1台はずっと止まってて、一回ここ通過したんですよ配信前に。その時には止まってない車がね今止まってたから、その人じゃないかな。そう、なんでこれプツル以外に配信停止になっちゃうんだろう。また歩いてきてる。そうね、ここは海難事故の例が出ると言われてる。プラスまあここら辺全体が城跡、勝浦城の敷地なんですけど、そう、止まってる車揺れてなかったんですよ。もうしっかり見てきましたけど揺れてなかった。じゃあここで停電しますね。しっかり見てきたよそりゃ見るでしょ、だって。でも人の足音がここに来ないよね。あんま遠く離れないようにするね。俺のこのスマホ停電してるの、そのままどっか持って逃げられたら困るから。あ、もしこのスマホ持って逃げられたらみんな覚えておいてね。映像停止ボタンとかどうせみんなわかんないから。盗まれたらこれどこの方向に向かったか覚えておいてね。ちょっとセッティングします。なんか映った今。大丈夫、なんか映らなかった、変なキモい人、キモい人映らなかった。止まってる車見て前髪パッカーしてたか。でもね、前髪今日パッカーじゃないんですよ。床屋さん行ったんだよ。見えます、これ左側が黒い石碑、右側が白い灰色の石碑、両方とも映ってますか今。両方とも映ってますか。一応これ慰霊碑ですね。OK ですか。じゃあね、ちょっと人が来るかもしれないですけど、人が来たらやめるからね、すぐ。ちょっと俺はここから一回離れるけど、あんま離れられなそうなんで、その東屋で見てますね。俺の音は入らないように一応逃げます。じゃあまたマイクの感度上げますんで、今イヤホンの方感度上げて先に言われたマイクの感度上げますんで、イヤホンの方お気をつけてください。風が若干吹いてるんでね、ほんとイヤホンだと耳死んじゃいますよ。一瞬
慣れるまで音量。この時間に人が来たみたい。おはようございます、おはようございます。やだ、わかった、わかった。風が強いからちょっと風の音がね入っちゃうかもしれないけど、一回ここ離れますね。もし人が来たら、一応心霊スポットだから。いや、意外とね、有名なとこなんで人が来る可能性はあるんですよ。ここはまあまあ有名なんで。風の音と、あと海の音もね、波の音も入ってる。なんか足音がする。怖いよ。しばらく俺離れますんで、なんか聞こえたらコメントしといてください。よろしくお願いします。じゃあね。
下げます。なんか釣った？映るならもっと怖いようにやってほしい。左のモヤモヤってあれじゃない？桜かな？手だけ出す。だからそうだったらさ、なんか怪しい方になっちゃうじゃん。明らかね、明らかに映るっていうのが。それでね、今までやってきたあれだから。でもあれはまあなしとして考えて、他に何も大丈夫でした？ダメだし、何もなかった。下の足音が気になってしょうがなくても、下でなんで足音がしてんだろう。ずっと何してんの。俺の車なんかいじられてないよね。あれかな、通報で不審者で警察が俺の車をさ、なんか見てるかな。このハゲ、和骨いらっしゃい。タイヤ取られてる。車上荒らし、マジ？ちょっと一回、じゃあ戻るか。一回ドキります。外すね。停電。器具を。今は聞こえてないんだよね。あの停電中聞こえてた。とりあえず一回車のとこまで行って戻ってくるね。そんなに離れてないから。もうちょっとだけやる。青缶でもさっき入れてなかったから、そこにもうね駐車場見えるんだけど。駐車場があるんだ。こっちも出口が。しようしなかったよ。大阪。今の電子音は何？そこにある車が俺の。あ、でもカメ、さっきと変わってないね。さっきと変わってない。1台ハイエースみたいなのが止まってて、え、何の音だったんだろう。何してありますの。だから今ね、下から足音がすごいしたから、下からっていうかずっと足音がしてたから、なんか
俺の車になんかされてんのかなと思って今見に来た。シティハンター。何もなかったね。大丈夫そうだね。桜が咲いてるんだ。タイムシフトね、見れない方が結構いらっしゃるらしいので、ね、見れない方用に一応自分の配信をキャプって録画して YouTube に上げてるのがありますんでね、過去にいろいろな場所配信したのも見れるんで、暇の時にでも暇つぶし程度になると思うんで、もちろんここも上げます。生がいい、それな。今戻ってます？桜じゃないの？それもわかんないですよ、俺花詳しくないから。でもさっき最初にみんなに見せたら桜っぽいことを誰も梅って言ってないけど、花見てわかんないんだけど、ライトが明るすぎて反射しちゃうからちょっと暗くします。梅？これ桜？ゴムいらない？森山直太朗？俺もわかんない。花がわかんない。桜じゃないのかこれ。梅？こんなピンクなの？え、何を見ればわかりやすい？つぼみ？見えるこれ、花。前の菊も見せてくれ意見分かれたね。でも桜にしては早いよね。だって今河津桜今日本当は配信しようと思ってて、微妙なモザイクかけてないです。河津桜はまだね、伊豆の河津桜ですらまだ二分咲きとかなんですよ。だから今日千葉に来たの、配信スケジュール変えたんですけど、本当はね河津桜を配信しながら東伊豆の新スポ行こうと思ってたんですよ今日。そしたら河津桜全然まだ咲いてなくて、だから多分桜ではないんだよね。雑学、花も魚もわからない、何も見てもこれが何ってすぐわかんないですよ。もうちょい見せて。あ、じゃあ帰り道にもう一個こっちにもあるから多分同じ木だよね。菊の花は咲かせないですね。菊の大輪、なんか競馬思い出しちゃうな、それ競馬のイメージしかない、菊の大輪。こっち側にこれ見ると色がそんな真っピンクじゃないのかな。ライトが明るすぎるんですよ俺の。これ色がねうまく伝えられてないと思う。ね、梅っぽいね。梅ってこういう花なんだ。映像止まっちゃった。すいません。
梅だった。梅の花ってこの時期ですか。ぱっと見真っピンクに見えたから最初桜かなと思ってたけど、やっぱ時期が違うもんね。桃だよ意見が分かりすぎる。咲いててもおかしくはないのかこれ調べてみよう。ちょっと誰かググれば出てくるじゃないの。この寒軍塚、寒軍塚で花で調べたら、海辺斎藤茂吉、菊山は何これ、漢字が読めない。桃は早い、まあ、確かに桃も桜もよくわかんないね、時期が。ここはね、自殺が多いとは言われてるとこじゃないんで、すぐ崖じゃないんだよね、これ。さっき言った八幡岬公園はすぐ崖だから、そこを飛び降り、紐なしバンジーをね、結構有名なんですけど、ここはね、この多分祀られてる塚がやっぱ心霊系だろうって言われてる場所なんで、1万円海に捨てるのもったいないから俺にもらえませんか。それ外れた人は1万円全部俺にください。したらね、各地のお土産をリアルでプレゼント買ってきますよ。変なものばっか。なんか下、さっきなかった光が下にあるんだけど、ほうほうほう、花びらが丸いと梅で、米粒が桜、花びらの先端が、そうなの。ちょっともう一回戻ってみよう。確かに今丸い系かもね。米、確かに桜って米粒だね。なんかよく絵で見る。なるほどね。これ目の前何も見えないけど、ちょっと離れたところに海があります。見ると超怖い。丹下桜なんて読むんですかそれ。寒軍塚河津桜あるの、探そうよ。河津桜だったら咲いてるよ、満開じゃないけど。これかな、これ違うかな。何の配信なんだ、ちょっと変わってきちゃった、趣旨が。何もついてないや。わかんないよ俺、花。でもさっき言ってくれた花びらが米粒かって言われたら、これ米粒じゃないよ。見頃は2月下旬なんだけど、伊豆は2月上旬からなんだけど、今年遅れててね、2月下旬。あ、難しいな。丸っぽいね、でも。これ書いてないんだもん、だって桜ってホテル三日月とかしか書いてないの。この植えた人の、そう、名前書いてないんですよ。ホテル三日月とかライオンズクラブしか書いてない。色でも
梅って白っぽくない？購買度あるね、確かに購買賞って競馬のレースあるわ。俺ね、競馬のレースでしか花の名前を知らないんですよ、マジで。競馬のレースで花の名前を知ってる。フラワー的な感じは全部。フラワーステークスはフラワー関係ねえか。すいません、ここ電波さっきから止まるね。こっちやめよう。あとチューリップ賞とか本当に花の名前は全部俺競馬の名前、レースの名前でしか出てこない。今の木桜っぽい。もうこれさ、桜と梅が混合してる感じ。じゃあもしかしてこれ全部一緒だと思ってる俺が間違ってた。これ桜もあるし梅もあるのかな。高齢術、突然の霊要素。梅ちゃんと桜ちゃん2人いる。何今の声。窓際行ってしこれそれ別に罰ゲームじゃなくない？しこるもんついてねえとか言うな。ライトはね、クリーだって。俺知らなかったけど。あ、米粒が桃で先端？すいません、ここダメだ。ここプツプツする。もうこっちは来るのやめよう。桃は絶対ないんだ。意外な展開になってちょっとお花談義になっちゃったけど、すいませんね。勉強になるね。ほんと勉強になる。ちゃんと干潮してきてないですね。ついてないなら主のしこれやめて。わかんないね。あそこ近づくと本当止まる。そこだけで、でもね、電波はずっと見てるけど減らないんですよね。あそこ階段のは梅。確かに本当あそこだけプツプツする。こっちつぼみが赤だからな。匂い嗅ぐか食べればわかる。本当に無臭無臭した。これ鼻花粉症だからね、無臭だったね。わざわざマスク取ったのに無臭でしたね。とこにあったのと、墓のとこにあったのと一緒の木だね。これ葉っぱが、確かに葉っぱまでは見てなかったね。もうなんか花の話してるから全然怖くないですね。もうこれ花を見に来たんじゃないの俺心霊スポットなんだけど、一応
気になっちゃってしょうがないよこれ。そうね、ライトが明るすぎるんだろうね。じゃあちょっと最弱にするよ。ライト最弱。ダメだね、ここも電波がなんか止まっちゃうから。花見してきたんじゃないですよ。花見じゃないですよ。そうなんだ、あの木が違うんだ。あれ撮ってないな。でも奥のやつもう一回撮って。違う、何の写真撮りに来た。これさっきも話したんですけど、これ心霊写真撮ろうとして撮ったやつに写ってなくて、この桜だか梅だか分かんないやつを撮ったら写ってるってパターンあったら面白いよねって話をしてたんだけど、また同じパターンだなこれ。じゃあここら辺のと墓の左側両方撮っときますね。後でちょっと全部一緒にしか俺には見えないんだけど、ほんと全部一緒にしか見えない。うん、結果分かったら次の配信いつか Twitter かなんかで教えます。映像切ります。それは全部撮ってこよう。ただいま。日本に生まれてよかった。確かにね。確かにでも色は綺麗だよね。まあ桜であろうと梅であろうと。一番問題なのはここ心霊スポットですよ。心霊スポット。花見配信じゃないから。この放送のおかげで桜梅、桃の花びらの違いが分かりました。木に看板はね、この提供した人が書いてある。読めるかな。あ、これ読めないね。名前が書いてある。企業とか名前のね、木が書いてある。上村義勝さん、52歳、無職。とりあえずね、8枚ぐらい写真撮ったから、これ心霊写真より今回撮ってるよ、これ。心霊写真より撮ったよ。全部バラ科なんだ。俺も知らない。みんな詳しいからさ、わかんないよ。全部バラ科なんだ。でも似てるからね。じゃあ、この結果はね、いつかの配信かなんかでちょっと俺もいろいろ調べてみる気になったんで。霊より花見、花より団子みたいなあ、ちなみにね、来週かその次か俺河津桜配信しますんで、本当は今日やりたかったんだけど、
まあね、もし花見配信が多少なり興味あったら見に来てください。多分夕方しかできないんだけど、夜かな、深夜じゃないけど、休みがうまく合えば。本当は今日行きたかったんだけど、声がした。やっぱ人いるのかな、下に。じゃあ今日はここで、ここの配信は終わりにしますね。本当長い間ありがとうございました。八幡岬公園と観群塚というところでした。本当はもう一箇所予定してたんだけど、時間が思ったより押しちゃったんで、ちょっと帰り道考えますね。できそうだったらもう一枠結構経ってからなっちゃうけど。桜の声か。俺は桜だぞって叫んでるのか。お前ら俺を桜と認めろ。いや、わかんないよ。確かに先端割れてるっちゃ割れてるな。あ、これは桜。でもさっきとみんな一緒だよ、これ葉っぱの葉っぱ。やっぱこれみんなほぼ桜だったっていう結果まあよくわかんないけど、まあね、いい勉強になりました。本当なんかまさかこんな議論がここで巻き起こるとは思わなかった。かなりな勉強になりましたね、本当に。最後にトイレを警備して、そうだね、たまには本当、むしろ勉強になった、楽しかった、ありがとうございました。じゃあこれからちょっとね帰りますんで、長い間お付き合いありがとうございました。千葉県勝浦市でした。埼玉まで何時間かかるかな。まあね、雑談だけなんですけど、ツイキャスもやるんで多分。お疲れ様です。みんなたくさんコメントありがとうございました。とりあえず今帰ったらみんなググってくださいね。桜、梅、桃、桜、梅、桃って。はい、すいません、ありがとうね。じゃあね、ご丁寧にどうも。アニックさんお疲れ様です。栗ごはんさんも、ゆったんさんもお疲れ様です。いやよさんもたくさんの、いやよさんお疲れ様です。じゃあまたね、またやります。じゃあね、いい夢見ろよ。じゃあし